こんにちは、玉木さん。メッセージありがとうございます。なんか私今髪を染めてきたんですけども、なんかお相撲さんみたいなね、各界の人みたいになっちゃってますね。はい、失礼しました。YouTube のアップロードに関してなんですけども、私がね考えていたのは、 YouTube の利用規約が12月10日に向かって変更になるに、これにね関わり、その兼ね合いでですね、一部のユーザーさんがアカウントを閉じられているという、こう噂レベルのことなんですけどね、そういうのがありまして、それなんでかっていうと、基本的に YouTube を利用させている我々っていうのは、どこでその運営費が出てるかっていうと、私たちが動画を作って、その動画につく広告があって、そこから売り上げが上がって、それを私たち、YouTube を利用させていただいている、我々ですよね、アカウントホルダーと、YouTube ジャパンが分け合ってるんですよね。でそこへ来るとですね、問題があるのは、その YouTube を、 YouTube の一つのアカウントを維持運営するためのコストって、 YouTube ジャパンが負担してくれてるんですよ。で我々はお金払ってないんですからね。でその中であまりにもね、広告効果の弱い、要するに再生回数の低い人とか、チャンネル登録者数の低い人っていうのは、もしかしたらこれからですね、締め出しを食らうんではないかなと思ってるんですよ。それは当然ですよね。やっぱり運営費を YouTube が出して、経費の負担になってるわけなんですよ。サーバーっていう動画を置いておく場所っていうのは、YouTube がお金を出して、私たちに貸してくれてるわけなんですよね。で、そこそこ売り上げが立ってる人っていうのは、広告収入の売り上げが立ってる人っていうのは、当然ですけども、YouTube と売り上げを折半してるんですよね。まあ、50-50 かどうか分かりませんけど、64とか73かもしれませんけども、私ともね、毎月毎月 YouTube から広告収入をいただいてるんですよ。低い時で3万円、結構ある時で5万から10万の間でいただいてますけども、それと同じかそれ以上の金額、企業から広告料としてですね、売上の中から YouTube ジャパンに払われてるんで、だから広告料が入ってるってことは、 YouTube ジャパンにも稼がしてるってことなんで、まあ、経費は払えているよねってことなんですけども、広告料がいただけてない人って基本的にですね、売上が立ってないアカウントなんで、 YouTube から見ると負担なんですよね。ではそういうのがあるんで、もしかしたらこれからですね、そういった形で YouTube をこの人は使っちゃダメ、この人は使っていいよって振り分けられるんじゃないかなと思っていたんですけども、まあそんなことはなかったということですね。今回玉木さんが YouTube がアップロードできないっていうんで、まさかそれが来たかなと思っていろいろ調べてみたんですけども、そういうことはしてないそうなんですよ。で一時的な、サーバーの不具合とか YouTube ジャパンのコネクトミスということだと思います。めったにないことだと思いますけども、めったにないと言ってもですね、 YouTube の利用者数がもうすでにね、数億人のレベルでいますんで、その中の一部 0.1% だとしても、数百万人が同じような障害を抱えるってことになりますんで、今回はそれなんじゃないかなと思いますよね。で前回もちょっとお話しましたけども、ちょっと YouTube に不具合があるなと思ったら、別のアカウントで、動画をアップロードしてちょっとテストしてみるっていうので試す方法があります。ですのでアカウントをね2つ作るとか、1つのアカウントでチャンネルを複数作って、こっちのチャンネルではアップロードできるかどうかって試すことが、まあ、できるかなと思います。あとはね、スマホから上げてみるとか、パソコンから上げてみるとか、デバイスを変えて短い動画をアップロードしてみて、10秒とか5秒の動画をアップロードしてみて、できるかどうかっていうのを試す、そういう風なね、やり方があります。まとめますとですね、今回みたいに玉木さん動画が上がらないよっていう風になった時は、短めの動画を撮って別のチャンネルとか別のアカウントとか別のデバイスからアップロードして試してみるっていうのをやってみると、よりよく原因が分かるんじゃないかなと思うんで、ちょっと試してみてください。今回は以上です。それではですね、大和くんとお会いできる日を楽しみにしております。